ジェレミー・ジョーンズ、この人の機動力注目、フェイントでの力強さを見せ続けます。ショーン・オマラ以上の5人となっています。勝負強さ今日も見せるか、中山拓也、前節2試合とも得点2桁、調子上がってます。キャプテンの古川貴俊です。ジャンプボールはザックとオマラ、最初のポゼッションは FE 名古屋です。オマラへスマッチ、武器になりますね。スマッチ、ここどうするか、ダブルチーム行くが、このシュートは落ちます。もう一度自分で取って、オマラエンドワンになりました。ショーン・オマラの得点です。オマラ今のですでに11得点2桁に乗せてきました。田口のスリーポイント、今日初めてのスリーポイントきました、この田口茂弘です。ここは名古屋ゾーンディフェンスですね。2-3のゾーンを敷きます。川島がちょっと前に、3-2のゾーンでしょうか、その間入っていく熊谷のプラップジャンパー、カーターから回して熊谷、いい守備からいい得点につなげた、熊谷のスリーポイントが来ました。来た、体を当てていたんですが、はい、前に立っていたので後ろのスペースが空いてしまったんですよね、バックシールと呼ばれるプレー、川島、あー、お返しのスリー、お返しのスリーです、川島隼人、柔らかいパス、下を通してショーン・オマラ、カーターがぴったりついています。トップで空いた中村ひろむ、中村ひろむにもスリーポイントが来ました、 FE 名古屋です。中に指示を出しました熊谷、外に飛ばしてタナーライスナーのスリーポイントを決めていきました、タナーライスナーです。今日2本目のスリーポイントが来ました。セットプレーだったとは思うんですが、はい、あまり近年では見ないプレーですね。ライスナーに入れて決めていきました。熊谷のパス、最後仕上げたのはライスナーです。ライスナー、古川、トップでザック、もらって安岡、空いたスリーポイント、熊谷のパス、外に飛ばして安岡、川島とのワンオンワン、もらって安岡、中に入って安岡、フローター打って安岡、決めていきます、安岡リュートです。門原対田口、ここはミスマッチ、パワーでいくフェードアイシュートを決めていきました、佐渡原です。そうですね、この時間もきっちりオフェンスリバウンド取れています。そうですね、後半の秋田のオフェンスリバウンドの回数が増えてきましたね、はい、熊谷のジャンパー決めてくる、こういったシュートも得意なんです、熊谷コー、ショットクロックいっぱい使って残り3秒で安岡がドライブを見せていきます。ライスナー拾って決めていきました、秋田追加点、最後に奪って根室から杉本、得点決まりましたが、秋田ノーザンハピネッツの広げた点差が上回りました。